グピオのオス側のピングピオは集積回路やコンピュータボード上の一般的なピンであり、その動作は実行時にユーザーによって制御可能である。グピオはゼネラル、パーパスインプット、アウトプットの略で汎用入出力を意味する。マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、インターフェースデバイスは外界と接続するための一つまたは 複数のグピオインターフェースを持っている。グピオピンにはあらかじめ定義された目的がなく、デフォルトでは使用されない。すでに構築済みのシステムにシステムインテグレータがデジタル制御線を追加したい場合に、あらかじめチップにグピオをつけておけば、そのための回路を追加する必要がなくなる。例えば、リルテックのアルク260チップには8つのグピオ、ピンがあり。 デフォルトでは使用されない。エーサーのラップトップでは、るく260のグピオの一つ目のピンを使用して、ラップトップの内蔵スピーカーと、外付けヘッドフォンジャックのためのアンプをオンにしている。ラズベリーパイゼロウィズヘダーレスグピオ、アレーアロングザトップメーカーは、以下のような場合に、グピオを使用する。グピオの機能には、以下のものがある。グピオデバイスの種類は、非常に、広範囲である。 時にはデバイスは非常に単純であり入出力を切り替えられるピンのグループである。一方ではそれぞれのピンが異なるロジック電圧の入出力ができるよう柔軟に設定可能でありドライブ能力やプルアップ、プルダウンも設定可能である。普遍的ではないが典型的には入出力電圧は グピオを持つデバイスの供給電圧に制限される。制限を超えた電圧により、デバイスが損傷を受けることがある。個別のグピオの読み書きや、入出力の設定は、一つまたは、複数の制御レジスタを読み書きすることで行う。いくつかのグピオには5ト耐性の入力ピンがある。低い供給電圧であっても、デバイスは、損傷を受けることなく、 5部位の入力を受け入れられる。しばしばグピオは、ピンのグループであるグピオポートで扱われることがある。通常は個別のグピオピンごとに入力、または、出力に個別に設定できるが、グピオポートはグループごとの入出力設定となる。ありがとうございます。